オアハカのタマル。上は、バナナの葉で包んだ状態タマルはメキシコ及び中央、アメリカ、南アメリカの伝統的な食品の一つで、トウモロコシをすりつぶし、ラードと合わせてこねた生地を、トウモロコシの殻がバナナなどの葉に包んで蒸したものを言う。トウモロコシの殻に包まれた、タマルスペイン語のタマルは、ナワトル語のタマリに由来する。アメリカ合衆国の英語では通常、タモリーと呼ばれるが、 これはスペイン語の複数型タマリーズから逆成されたものである。日本ではあまり馴染みがない食物であり、名称もたまるの他にたまり、タマれ、たまレ,レスなどとも呼ばれ、一定しない。メキシコではたまるは祭りの時の食べ物であり、特に初成人の日に作られる。またレストランの日曜日の夕食、早朝の市場で売られる食事でもある。ラテンアメリカ諸国では、 クリスマスや復活祭の食べ物として、タマルを食べる。タマルの大きさや製法は地方によって様々であり、メキシコ北部のものは小さい一方で、サカビルという90センチほどもある巨大なタマルも存在する。ミチョアカン州にはコルンダという三角形をした、タマルや、ウチェッポデルチェという牛乳、砂糖、シナモンを加えた甘いタマルがある。ニカラグアの中タマルの区の例。 トマト、豚肉、オリーブ、ジャガイモなどを、トウモロコシ生地と共に、バナナの葉で包んでムスタマルに使用するマザは、通常トルティーヤのものほど、細かく引かない。トウモロコシと水を鍋に入れて熱し、石灰水を加える。トルティーヤとは異なり、沸騰させてもよい。25分ほどしたら火からおろして冷まし、トウモロコシを水ですすいで外皮を手でこすり取る。乾いたら引いて、 粉にする。ラードに粉、塩、肉汁、ベーキングパウダーを加えてこねて生地を作る。トウモロコシの殻を切ったもので生地を包み2から3時間ほどふかす。詰め物としては肉が一般的だが、魚、カボチャ、パイナップル、ピーナツなど様々なものが使われる。砂糖やシナモンを加えて甘くしたタマルも人気がある。フィレンツェ文書より、 カゴに入ったタマルタマルは先コロンブス期のメソアメリカで一般的な食物だった。16世紀アステカの絵文書ではしばしば渦巻きの形でタマルを表している。古代マヤではトルティーヤはおそらく知られておらず一般的にタマルを食べていた。マヤ文明研究の父であるジョン・ドイド・スティーブンズは1841年の著書の中で 当時の床ンのマヤ族が諸星人の日にトウモロコシを練って豚肉や鶏肉を詰め唐辛子で味をつけたパイを食べるムクピポヨという習慣について記している。この習慣は現在も残る。アメリカ合衆国では1890年代から1940年代頃までタモリワンという露天商が呼び声を上げながら路上でタマルを売っていた。 彼らはメキシコ風の服装をしていたが、実際にはギリシア、イタリア、ポーランドなどのヨーロッパ諸国からの移民だった。ありがとうございます。